回皆さん終わったみたいですね。夜ご飯は食べましたか？パブも来ないよ。私はお腹をちょっと考えて鍋を食べました。なぬん鍋もごっそジョンゴル。そう、今食べてます。おお、ねんぐどんしきゃっそ。おお、ちっちゃ。鍋は韓国語でも鍋なんだろう、もつ鍋とか言うから鍋って言っても通じるとは思うけど、ジョンゴルが合ってんのかな、どうなんだろう。そうですね、暑いけど鍋食べました。美味しかったですよ。自分で取った出汁で食べたんですけど、かつお節とそう利尻昆布でやりました。そう、歯医者も行ってきました。そう、歯医者って韓国語でなんて言うんだっけ？チッコやんな。チッコは買ったわす。タニョワス。怖かったわっさ。さらにオプソ味、私まだ親知らずはないですね。知らずは皆さん抜きましたか？さらにポバンなよ多分。いやでもあるとは言われたんだよね。でもまだ出てきてないって言われた。そう、今すみません仕事の連絡。全身麻酔で抜いた。でも私のお姉ちゃんもなんか一気に抜いてた気がする。そう、ジョンシンマチ
アンチョビな、私したことない気がする。だからたまになんですけど、今私が髪の毛ずっと触ってる理由は、たまにピス、エクステのね、なんか接着剤がね、いてててて、こうなんか絡まっちゃう時があるね。今ピスクブチモリちゃな、ブチモリク接着剤がちょってなんだっけかね、そうくっつくとね、こう絡まるんですよ。いててててちょっちゃっちぇちょっと撮らせてください、すいませんいいよ。エクステつけてると洗うの大変そう、大変です。ピスぶちみゃんちょっとヒンドラ森神木取れた、よし取れました、取れた。今日はもう仕事終わりましたね。これからさ配信がねできるかを今確認しててずっと。いやなんか今本当に皆さんのおかげで1位になることできて頑張ってるんですけど、3日までですもんね。ひーん。でも今2位って誰だっけ、はるちゃんかな、とも結構ねあれでしたよね、差があった気がするけど分かんないけど、本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。ただしちょっと問題がいろいろ起きておるんですよね。うん、うまくいきますように、いろいろ。ねえ最終日がえぐいな、最終日できない可能性ある。だって観光で8月4日だもんね。待って本当にどうしよう、いやそうですよね、参加するために参加することに意味があると。いやでもみんなすごい頑張ってくれてて、急にできなくなりましたってなっちゃったらちょっとそれもだよね。そうですね、ひーちゃんの最終日を決めようってなるとね、読めないな。3日が最終日だもんね。最後の日を決める、ちょっと待って、いやもうちょっと考えてみますね。であと今日の9時から配信しようとしてたんですけど、ちょっと今迷ってます、どうしよう。全然
だってだって無理だよな。すいませんね、ちょっと待ってください。よし、はい、今日は9時からどうしようかな。なんかやっぱりね、今だったらもう3分で寝れそう。あとみんなにね、無理してほしくないっていうのが一番なんですけど、だって私がやるって言ったのにね。ただちょっとだけ明日が早い気がするんです。朝が気がするというか早いんですよね。なのでちょっと今日は早く寝たいってみたい、早く寝てみたい気もしなくもないけど、あの神映像グランプリも見たい気もあるし、迷ってるよ。あとなんだっけ、明日は午前中にだから多分終わるかな。午後はできるかもしれないです。明日って何曜日だ。明日火曜日か。はい、みんな優しすぎる。私だったらなんでってなるのに、私が逆の立場だった。優しい、みんな。ちょっとそうですね、体と相談しますね。ラビットじゃないですね。明日は、あ、そっか、これは告知とかじゃないのか。なんかちょっとありますね、お仕事が。そう、朝早いって言ったらみんなラビットみたいになる。ラビットじゃないですよ、全然。うん、火曜日、いつも私木曜日出させていただくこと多いので。確かに最悪後日一緒に見ながらの配信いいと思います。確かにね、いいですね。そう、今週多分ラビットやってないんじゃないかな。いつもつけるとなんか世界陸上やってると思う。私はラビット木曜日の担当ですから。担当とか言って担当なんかじゃないけど、最近ね、私ね、ハマりそうなものがあるんですよ。ねが、パジュイコガッテン、こう、イコーデン、なんて言うんだっけ。やばい、もう、韓国語も出てこなかった。もう、なんでしょうかってなんて言うんだっけ。
モルカーよ、モルカー、モルカー、マッチョーバー。さあ皆さん当ててみてください。かき氷ってん、違います、ピンスってん、ドラマアニア、うんし、食べ物。근데그히자멜에다가썼던것같은데저거네히메일은確かちょっと書いた気がする。ベーグルじゃないです。もうベーグルはもうすでにハマってます。うなぎは食べたい。ジャオヌ먹고싶어。プーリンも今ハマってるかな。もうプディンドアニゴ、パンケーキ違います、アイスも違う、チーズケーキ最強、コンゴクスキュウリ違う、チョコバナナ違う、キュウリら、私キュウリなんて書いたっけ。なおいえパジョッタゴそんなあにんで。奈良漬けも前から好きだし。あーすごい、全然当たらない。あ、全然半分도없는데。味噌ラーメンも違う。私キュ、あー、キュウリの蛇腹切りね。あー、はいはい。キュウリのおいより、マンドゥヌンゴンパジョッ、パジョッチ、お、パジョッソ。くんで、くはあにご。確かにね。誰もいないわ。当たってる人。わー、ちびぬんで。面白いね。全然当たってないよ。違います。みんなブー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 。違う。てんでてん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 。え、本当に当たんないね。みんな唐揚げ、もずく、こんにゃく麺、みん、オムライス、ミルクティー、肉まん、豆腐ハンバーグ、え、全然いない。やったー、私の母ち、ないぎょったん。高3ですか、高3ですか、教えてほしいですか、アリオジョ。あ、今ね、チグチャンネルで、これ、韓国語で教えたそう。今、韓国語で当たりましたね。わあ、手だなんで。日本語はまだね、出てないよ。韓国の方は当たりましたね、一人。でも、一人しか出てない。ハンミョンパケオプソンチマン。わ、ちょっと手だな信号があったんで。じゃあ正解言いましょうか。じゃあ정답은チーズタノバヨーグルト님、축하드려요。カステラ、カステラです。そう、チーズタノバヨーグルトさんが正解してました。はい、台湾カステラ、台湾カステラです。めちゃめちゃ好き。今日ね、その銀座の方に行ったんですよ。で、銀座に私の好きなあのカステラのお店があって、多分そこで合ってると思うんだよな。そう、あのね、チーズのカステラがあるとこなんですけど、東急プラザに入ってるんだよね確か。そこのち、え、どこだったっけ、なんか昔、昔というかいつだっけ、あの時ダンスのあのさ、 D リーグの時、 D リーグっていつでしたっけ、 D リーグの時にスタッフさんが買ってきてくれて、それがめちゃめちゃ美味しくて、そこのお店じゃないかな。でもそこのが一番好きなんよな。で、似てると思って、あの、あ、東急プラザに入ってるやつだと思ったんだけど、ちょっと待って、 D リーグっていつでしたっけ。2月だった。え、2月よく覚えてんね。2月、ちょっと待って、2月の写真を探して、写真撮ってるかな。D リーグの時、2月何日でした。
あー、イゴだ、ヨギだ、アイゴ、ここのだ、ここ合ってるかな、同じ場所かな。ちょっと東急プラザのお店なんていうお店でしたっけ、ちょっと私調べますね。そこのが本当に美味しくてチーズが入ってるんだけど、台湾カステラ東急プラザで、今日もね買おうか迷ったんだけど、まだ冷凍庫に保存してるからと思ったんだけどね、もうなかった。大楽タンガオ、あ、そうだそうだそうだ、それ大楽タンガオかな、ちょっと待ってよ。あ、そう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 、ここのここのチーズの台湾カステラがめちゃめちゃ美味しいんですよ。여기에파는어타이타이락탕가오라는그대왕오카스테라집있는데거기에그플레인이랑그말자랑치즈랑초코맛이있는데내가엄청그플레인이랑그치즈맛을너무좋아해맛있어치즈있는데가별로없다보니까거기가제일맛있는것같아그래서맛차토프레인って普通に売ってるじゃないですか。なんですけどチーズが売ってるのってそこだけ？そこだけか分かんないですけど、めちゃめちゃ美味しい。でなんかチンすると、電子レンジでチンするとなんかすごい出来たてのふわふわみたいな、ふわふわみたいなのが食べられて、でも冷たく食べてもなんか卵のなんか香りとかがすごい強く感じられる。そうで、しかも冷凍保存もできるのでめちゃめちゃおすすめです。그전자렌전자렌지에그돌려먹으면뭔가진짜방금만들었던어진짜맛있는따뜻하고푹신푹신하는푹신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 하는그부드러운카스테라를먹을수있고차갑게먹어도맛있어でもまず買った時は冷たく食べるのがおすすめです。그사자마자먹을때는차갑게먹는게추천해。なんでかっていうと、お、푹신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 そう、なんでかっていうと冷凍しちゃうとさ、レンチンしたらまあ温かく食べれるじゃん絶対に。だけど冷たいのってやっぱりさ、あ、別に冷凍してからも冷たく食べれるけど、チン解凍するのが大変じゃないですか。でその時にやっぱりなんか卵の香りとかをたくさん感じられるのでおすすめです。うん、왜냐하면粘土하면그바로그태워서먹을수있잖아。그래서따뜻한걸먹을수있는데차갑게먹을수있는건그냉동해도먹을수있긴한데좀해동하는할시간이좀귀찮아서그리고차갑게먹으면계란의향을더느낄수 있는것같아서はい、私はグルメです。そう、説明上手でしょ？나설명잘하지？그치？お話し会行かなくても教えてくれた。あ、나이야기회때이런거알려주려고했었는데。응、まあいいよ。いいよ。でも本当に美味しいから食べてみてね。チーズはね、ね、温めて食べたことないんだよね、まだ。その差し入れでいただいた時すぐ食べちゃったから。台湾カステラは、台湾カステラ、レシピ自分でも作れるんだよ。わあ、でも大変そう。あ、いや、そんなことないわ。しかも成分がなんかそのなんていうの、バターとかを使
使ってないから、そうなんかヘルシーな気がしてますそう、なんか美味しいものとかさ、好きなものって作りたくなるけど、結局は買って食べた方が美味しかったりするんよね。ハングゲットいすみょんちょけったおふさてんカステラのもぐしぬんでおちょこまショールーム中なので後でかけ直します、失礼いたしますブチ切りはちょっとあれなので、はい、あのスタッフさんです、スケジュールの確認をずっとしてて、そう8月のスケジュール、そのあのショールームのことで、あのそうずっと今やり取りしてたんですけど、はい、ひーちゃんって言われたけど、あすいません失礼しますって言って切りました。ステップさん、はい業務連絡おもろ、マネージャーではないですね、あのスタッフさんです。ステップさん、ひーちゃんショールはアンポヌンゴおまじゃん、あのあれですよ、あの皆さんも見たことありますよ、毛利さんで出てた人くさよなら毛利さん、くばんそえなあそったん分いえAKB って一人一人マネージャー、いや一人一人じゃないですよ、お秋葉原神田お茶の水あたりのスイーツ、えっとね私もあんまそっち方向行かないんですけど、私が気になってるところはスターっていう STA って書く、そのでスイーツじゃないんですけど、ごめんなさい、なんかご飯のお店そうがすごい気になってるのと、あとは上野にある、上野と豊島にある黒木っていうかき氷屋さんが私は一番好きです、めっちゃ美味しい、でもかき氷の値段じゃないですめっちゃ高い、あのマンゴーとか3000円超えるからねそう今季節、いや私今ね情報取り入れないようにしてるの、食べたくなっちゃうから、そうはい、ビッサージ내가좋아하는그빈스집있는데거기빈스가그캐주얼메뉴엄청비싸아캐주얼메뉴아니더라도비싼데어망고빈스나왔을때한4만원넘었던것같아すごいよね、いや太らないといけないから情報入れるじゃなくてね、あのね体が壊れちゃうんですよ、あのお腹痛くなっちゃうんですよ、でも見るよ、黒木今何やってるんだろうって言って今インスタ開いたら嶋佐さんが出てきたインスタで、おもろね黒木、私全部ね食べ物とかをインスタで調べてる、なーく文字インスタへさんさんマシネンゴチャージャバ、お、あ今枝豆ミルクだって、枝豆ミルクか、チーズ蜜なんて出たの、へえ。私この焦がしキャラメル見たらしめっちゃ行こうと思ったんね、でなんかでもここって予約ができないのよ、なんか発見するやつで、でもまず発見する前に行く前にね、今どれぐらい並んでるんだと思って私電話したんですよ、今どれぐらい並んでますかみたいな、どれぐらい待ってますかみたいな言ったら、40組待ちですって言われて、やばいよね、
だからね、もう今年の夏はね、ちょっと諦めようかなって思ってます。そう、ここのねチーズクリームがめっちゃ好きで、だから期間限定じゃないメニューだとみたらしミルクっていうのがすごい好きなんですけど、あとは湯島にあったんですけど今多分工事中なのかな。その湯島に私は冬にかき氷の、あ、かき氷じゃない、あのかぼちゃのねかき氷が出てたんですよ。それ食べに行ったら見事に体調を崩しました。めっちゃ美味しかったんだけどね。ねが今日うれくたのばっぴんすなわっこでんこぎそ그래서먹으려고갔는데그다음날바로그몸이너무아파졌어でもさ、今だから言えるけどさ、本当にその理由、あの今だから言えるけど、あのだってかき氷でお話し会参加できなくなるぐらいで体調壊しましたなんて言えないじゃん。지금은말할수있는데かき氷때문에몸이안좋아졌다고말할수없잖아 그래서이제야말할거야だから今話す。でももういいんだ、時間経ったから。しかもだって私だって体調崩したくてさ、あのかき氷食べたわけじゃないからさ、許して。どこにあったっけな、いつ食べに行ったんだっけ。私が体調悪くなったのいつでしたっけ。언제였지写真見てるけど。でも私本当にそうなんですよ、マジで本当にあのかき氷のせいでした。あった、1月ですね、1月末にかき氷食べに行くのやばくないですか。私そう、見せてあげる。大丈夫っけ、くねのまあそうそう、ちっちゃ増えなあね、くれそう、ちょっといろいろ反射しちゃうかもしれないですけど、はい、こんな感じこんな感じ。そう、でもねすごい気になってるお店いっぱいあるんよ、かき氷。でも私のインスタの何虫眼鏡マークのところ押すと全部ベーグルか、今ねベーグルとアフタヌーンティーとカヌレ、人の姿はないです。はい、그インスタへさ、그검색하는그음악있잖아거기눌러보면나는다묻는거나와 카누레나오고베이글나오고앞다눈티좋아하니까그것도나오고전부食べ物の話ね、ほらね、私は連絡来て、え、マジ？え？ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、いや、大丈夫、今日何日だっけ？何、ヒントなんでしょうか？
今日25か。髪の毛綺麗ありがとうございます。ちょっと待ってね。本当にちょっとだけ待ってください。なんもないです、なんもないです、本当になんもないです。検査ないよ、検査ないよ。検査ないよ。動揺が激しくないか。そんなことないです、そんなことないですよ。そんなことないんですけど。なんか質問ください。질문주세요여러분。何があったんですかって質問。何もないです、何もないです、何もないですよ。LINE 大丈夫ですか。大丈夫です。アメブロ見ちゃった。何、アメブロで何か上がってんの。何何何、逆に知らない。それは何ですか。아저녁에얘는같이봐어떻게할까요めっちゃみんな心配するじゃん。大丈夫。あ、今おすすめのスイーツなんですか。そうだね、台湾カステラかな。いやでもちょっとだけやっぱ明日早いので、ちょっとどうしようかな。絵文字もみんなが大丈夫だったらちょっと私は9時には寝ようかなって思います。最近気になるコンビニスイーツですか。ファミマだったらやっぱピスタチオのロールケーキと、あとはそうだね、それが気になってて、おセブンイレブンはチョコのモンブランが気になってて、ローソンは今何出てるんだろうな。そう、ありがとうみんな、優しい。明日はねきっとできるとは思うので。何の音、なんか多分ペットボトルが、さっき洗ってた、ペットボトル洗ったから
それが元の形に戻ったんだと。睡眠大事です。押せるときに押せ、寝れるときに寝よ。そうだね。お風呂沸かしに行かなくていい。だっていいの置いてきて。お寝ろ寝ろ。だってでも私洗ったのでお風呂。お風呂の栓の閉め忘れに注意してください。注意しました。一配信につき1回画面から消えます。間違いないわ。閉めたよ、ちゃんとお風呂の栓の栓も閉めたし、蓋も閉めました。お風呂のものまで。お風呂の閉め忘れ1年に1回くらいある。私もう2回くらいしました。そしたらピッ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 、閉めてくださいって言われた。そう、いなくなるの生活感あって好き。ありがとう。え、言ってくれないの？あ、言ってくれないんだ。それは困ったね。お風呂何度で入ってる？今42度なんだけど、ちょっと暑いなって思ってる。なんか初耳学で42度はダメって言われたのに。そう、何度がいいって言ってたんだっけ。ちょっとぬるめのがいいって言ってた。うん、え、42度って暑いの？マジか。暑いのか。じゃあちょっとぬるめにしようって言って、今日は遅いけど。どのぐらい使ってる？夜分おるまな。もう今日帰って、もう今日けよ。でも韓国ってそんなになんか入浴するイメージない。목욕할이미지가별로없는데샤워하지않나여러분톰이화났어요아니아닌데 전혀샤워하지みんな샤워하다と思う。多分なんか日本、改めて思ったのは、日本人はやっぱり絶対入浴するんだなって思った。湯煎ないところもあるからね。湯煎じゃない、バスタブか。ポトンシャワー。私は毎日入浴します。なのめいめい沐浴系。はい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 。じゃあ今日はちょっとお言葉に甘えて、皆さんが
皆さんもたくさん寝てください。여러분오늘은나좀일찍자도록할게미안하고고마워神映像グランプリ絶対見てくださいね皆さん。私は後で TVer で見ようと思います。밥은이제먹었어요고한와뭐다뱉다는데유쿠리내타이터마이마스日記、日記書いてない。日記書かなきゃ。今日何日だっけ。やば、私全然待って、今日25か。 OKOK25 ね、日記書かなきゃね。明日何時からできるかな。多分朝はできないので、やるとしたら午後だと思います。お、あと1分でランキングを見ますね。はい、通知めちゃくちゃ来てますね。でも大丈夫です皆さん。はい、ネイルオフチナソマジや。ツイッターで告知するので待っててくださいね。お、20分になりました。ではランキング読みたいと思います。ランキング読みます。はい、じゃあまずは13位、かっくんテレビマシケモグミは4カロリー。あ、こんばんはよかっくん。오늘그점심시간도아닙네그아침라이브도와줘서네고마워요저녁은냉우동먹었나요 네나이제잘게오늘도고마워そして12位は、お、さとまる、ありがとうさとまる。はい、今日もクッキー見ながら配信しましたか。配信じゃないや、見てくれましたか。私も京都に遊びに行きたいです。いつもありがとう。続いては、11位ドリーム。おー、ドリーム、イボンチュエトミピリブ。あ、ちんちゃわ、オグリベーカリーカリエジュ。わ、ちんちゃわ、マチケモゴ、クロミョン、ヤギフェイソー、グフギアリオジュ。メルメル、ヘンボクマンハジャ。ナドサラゲイ。そして10位、おひたろんにん。トミミモノ、オヌード、ヨリハネ、シマダシメ。こわーわー。オヌルコンディションあんちょあったんごがったんで。あに、くんで、いじやけんちゃんね、ちょん。ぶっけまにばじゃんな。こわーわー。9位、お、ティナオンニー、ティナオンニー、こわーわー。お、
もうすぐお風呂が沸きます。おナイスタイミング。힘들면무리하지마알았지오알았어고마워디나언니언니도무리하지마요そしてほんと10位が、あ、違う、9位か。9位、おー、あ、9位、ティナちゃん呼んだ。8位、1、あ、1ちゃん。1、ありがとう。1、ミンチョ好きなの？嘘でしょ、そうなんだ。ヒーは好きで、ヒーとミンチョが好きなんだね。じゃあ、ヒーもちょっとミンチョ好きになれるように、頑張ってみる。ありがとう。7位は、お、ハラッシー。ハラッシー、今日も来てくれてありがとう。夜ご飯食べましたか？ね、今日はぜひ暑かったので冷たいうどんを食べてください。ありがとう。お、よ、はい。続いて7位、お、カレンちゃん。神尾しーちゃん、今日もお疲れ様でした。配信ありがとう、カレンちゃん。こちらこそ今日も来てくれてありがとう。ね、お疲れ様。今日夜ね、配信できなくてごめんね。ゆっくり休んでね。ありがとう。続いて6位、お、バイオリンさん。お、バイオリンさん、いつも応援してますね。ありがとうございます。今回ステージ上がるのは初めてですか？あれ、何回かあったっけ。でもいつも忙しいのにね、来てくれてありがとう。もう体調は良くなりましたかね。もう今日は一緒に早く寝ましょうね。ゆっくり、あの、はい。でもテレビはぜひ見てください。ありがとう。続いて5位は、お、ナンナン48。おー、ありがとうございます。すごい最近たくさん会いに来てくれて嬉しいですよ。いつも辛口な、あの、辛口というか鋭いツッコミありがとうございます。面白いです。ありがとう。続いて4位、お、コハグあとコギちゃん。日無理しないで休憩第一、ありがとう。無理は全然してないからね。無理するってなったら、今日の夜配信してたら無理してたかもしれないけど、ちょっと早くね、みんなが休んでいいよって言ってくれたから、今日はゆっくり休みます。ありがとう。あれ、ちょっと待って、あれ、また順位が変わった。てか私全然違う順位を読んでましたね。ごめんなさい、20分の方でしたよね。じゃあここに入ってたけど読めてなかった人、1読んだ、原氏読んだ、カレンちゃん読んだ、あ、合ってるか。さあ2位は、お、ラムちゃん来ました。ラムラム、あなたにあげたいコングクス。あなたにあげたいコングクス、合ってるよ。大好きコングクス、合ってる、いい。カステラお菓子と合わないからコングクス、どう、最高です。面白い。ちょっとじゃあ次の配信の時もお願いしますね。待ってますよ。ありがとう、ラムちゃん。続いて、お、1位はジョイくん1440かな。お、アイニーをプラダの写真すごく綺麗。あー、ありがとう。シシエ、シシエで合ってるかな。プラダの初めて1位、嬉しい。いや、恐縮。いや、嬉しいです。1位おめでとう。みんな拍手。6919人の人拍手。嬉しいです。ありがとうございます。1位になってくれてね、本当にありがとう。またたくさんショールーム見に来てください。3位の人読んだ。ヒッタロニマカはマラージャーなんな。アニンが、あ、ミヤネ。アニだー、ちんじゃミヤネよ。ネガチサバボだー。おヒッタロニーネガチョン、지금미안해요못읽었어미안해미안해진짜진짜미안해고멘나사이아까했지아뭐야아뭔데아나진짜피곤해서머리가안들어가모르겠어사이노히토유타테요민나히타라니だからあれおかしいなと思ったんよ
そう、10位で言ったよ。あーもうちんちゃーのる、あ違うよ、もうみんなちょっと、そうだよね、だって日本人の人は韓国語喋ってたらわかんないもんね。そう、ちょっと騙さないでグッチ赤ヘッチあーぼやーなるなんねはい、ということでありがとうございました。富谷しおちんちゃん足をやげたおそしこちゃじゃとみねえ、ちょマニピゴナンパよなどモルゲ、私も知らないうちにちょっと疲れてるのかも、チャミフィリョエグチ、ちょっと寝ないとやばいですねはい、ということで明日また会いましょう。告知しますので、はい、そしていろいろちょっとスケジュールを確認しますね、はい、ということでありがとうございました。皆さんスクショタイム、撮った？はい、あれですよ、 TBS ぜひ9時から見てくださいね。はい、く文字アオフシブトバンソニスニカクゴバイスイスミョンパジョヨンヨロブンねえクランオヌルトチンチャスゴマヌショコナヌオヌアオプスチメンチャードロカッケ、こんばんは、おねださらんへ、今日もありがとう、愛してます皆さん。お風呂入ってきますね、私は。いじしこいけ。さあ、じゃあ時計も外してもうお風呂入る準備します。ありがとう、おやすみよー、バイバーイ、シェシェ、愛してるよ、お会いに、バイバーイ。まだなってなかった。でも2時間できてよかった、2時間できてよかった。あー一緒にね配信したかったけどごめんね、おやすみ、バイバーイ。バイバイって言ってちょっとバイバイって言ってる、あと5秒だ。菅井さんバイバイ。